皆さんこんばんは、ありさです。はい、そして今日はゲストの方に来ていただいております。どうも、はじめまして、ともりあなたです。ともり先生です。いや、ドキドキしますね。ね、なんか多分みんなは私とともり先生が絡んでるのあんまり見たことないと思うから、うん、突然だなってもしかしたら思う人いるかもですけど、実はご飯行ったりとか、プライベートで仲良くさせていただいて、はい、おるということで、はい、勝手に、はい、ちょっとナンパしました。はい、で今回ついにコラボということになりまして、すでにともり先生の方でも動画上がってるんですけど、今回私の方ではみんなから結構こうやってくださいっていう要望の多かった企画なんですけど、価格別のギフトアイディアの動画を撮りたいと思います。はい、はい、私これ伺った時にすごく楽しくて、はい、それ嬉しい。なんかやっぱプレゼント買うとテンション上がるじゃないですか。わかります。でなかなか最近人にも合わないから、うん、もうなんかもうプレゼント、あ、買いたい買いたいって私もリサのミックス回しました。素晴らしい。経済回すのをさ、はい、2人が選んだ今日はギフトアイディアということで、はい、早速じゃあ低い価格帯からだんだん上がっていこうかなと思います。一応伺ったのが3000円台、はい、5000円台、1万円台、3万円オーバーっていうふうに上がってきたので、はい、私じゃあ私からでいいですか。はい、3000円からお願いします。はい、私の3000円は、はい、こちらになって、はい、まあ、3000円って難しいじゃないですか。難しいですね。で、こんなものってなるのもあれだし、うん、と思って、私はこれをちょっと、じゃじゃん、これはじゃん、そしてじゃんって3つ、ゾウさん、はい、クマさん、はい、これね、ロンハーマンとビオレさんがなんかコラボをしたらしいんですよ。で、だからここのパッケージも違うんですけど、うん、そうですね。それだけじゃなくて、これここね、ここが気になる。ピョンって押すと泡が出てくるんですけど、こっちが肉球、かわいいでしょ、絶対花咲く、絶対かわいい。で、こっちはお花になる泡が出てくるんですよ。すごい、かわいい。で、こうポンポンポンってやるとお子さんもいいし、なんかこう、ここのあれもかわいいし、うんうん、っていうことで、これね、800円です。800円、あれ1600円じゃないっていうことですいません、ちょっと宣伝がてらごめんなさい、ちょっとぶっ飛んでみました、はいはい、私が、まあ、プロデュースしてるメディスキンっていうベビーのスキンケアから出てるメディスキンのハンドクリーンスプレーなので、これが1000円なので、800円、800円、1000円で、うん、1600円か、はい、っていう感じで、今のはもう手を洗ってちゃんと消毒しましょうっていうこともあって、こちら3000円台はこちらにしてみました。このご時世にぴったりな、そうプレゼントで、肉球っていうのが気になる。ちょっと出してみたいなと思っちゃうもんな。でしょでしょ、後で出してみてくださいね。すごい。で、私これ買いに行った時に実は売り切れてたんですよ。いや、人気でそうですもん。そうで、お花のだけはあって、でもこの肉球をどうしてもやっぱりリサさんといえばじゃないですか。花間さんがいるから、そうか、花間さんみたいな感じで、肉球っていうことをもう私の中で絵が浮かんでたから、これがないわけはダメだと、うん、あ、なるほど。これ2つじゃダメなんで、お姉さんにこれはいつ届きますかって言ったら、その撮影の前日だったんですね。で、あ、じゃあ絶対買いに行きますから取り置きしていただきたいんですって言ったら、ごめんなさい、これ取り置きできないとあまりにも人気でって言ったら、なるほど、私がもう絶対に買いに来ます、この夕方に来ます、仕事終わったら来ます、欲しいですって目で訴えたら、なるほど、ありました、よかったです。取り置きはしてないです。取り置きはしてないです、ですけど訴えたっていうことだけはしました。なるほど、まあ、いつ入荷するよっていうことを教えていただけるっていうことですね。はい、はい、でもお子さんだとすごいなんか手洗いこうやっぱ嫌いって子もいたりするって聞くから、大人でも楽しめるし、そうなんで、ポンってしてこうすると泡が肉球っていう感じなので、ぜひ試してみてください。はい、詰め替え用で詰め替えればまた使える、ね、詰め替えもできるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、はい、はい、面白い、いいですね。しかもなんか3つあるからすごいいっぱいもらった感、そうそうそう、もらった感ありますもんね。困んないよね。はい、はい、じゃあ私の査定はこちらです。はい、じゃーん、はーい、何ですかこれ。こちらはですね、結構最近人気で使ってる方も多いんですけど、コスメデコルテのコンフォートデイミストセット&プロテクトっていうやつで、まあ、まず見た目がちょっとこの可愛いコロンとしたタイプなのもいいし、最近やっぱマスク生活なんで、こうフィックスのミストがすごいやっぱ市場が熱くなってきてるということを聞いてるんですけど、ちょっとこれはオイルが入っててこうシャカシャカ混ぜてシュッてするんですけど、程よく保湿もしてくれてメイクも崩れにくくなるかなっていうのと、やっぱギフトの大事なところってちょっとやっぱ可愛いパッケージっていうのもあるかなと思ったので、こちらですね。はい、ちょっとシュッとしてみてもらっていいですか。はい、こちらはなんか外してもなんか可愛いんですけど、結構細かめな、あ、本当だ、
ミストで、ちょっと香りもぜひ、はい、嗅いでください。ちょっとじゃあ、いい香りします。あ、本当だ。うん、あ、まあいい香り、すごくいい香り。ちゃんとしっとりする感じだけど、崩れなさそう。なんかたまにミストでビシャってかかって、そうですね。なんかスプラッシュマットみたいな伝わりありますよね。スプラッシュ。もう目に絶対隙間から入ってくるみたいな。え、あと本当にポロッとしてて、そうなんですよ、あんまないデザイン。なんだろう、あのこういうなんかカバーストーンありません？わかったけど、綺麗になるよみたいな。ありますあります。ローズクォーツみたいな。そう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 。もしかしたらあのそういうパワースポット的なものになるかもしれないので、なんかよくあるじゃないですか、これをつけて婚活なんとかみたいな、確かにだったらいいなっていう。確かに。じゃあ婚活ミストということで、はい、こちらも、はい、で3000円ぴったりぐらいの値段だったので、じゃあそんな結構あのお安めの方かなと思うので、ちょっと気軽にプレゼントしたいかな。なんかフィックスミストを使いたいけど、うん、いやなんとなくっていう人ちょっとねもらうと嬉しいですね、うんうん、そうなんですよ、はい、ということで、まあ、私も最近のこの生活に合わせたアイテムっていう感じですかね。はい、ということで3000円はこちらです、はい、じゃあ次も5000台いきますか。5000台じゃあちょっとここに置いときますね。で私ちょっと3000台も今 あのご時世的な感じなんですが、はい、次もそんな感じです。はい、これ、はい、これはディプティクトさんのものになって、はい、有名だね。そう、ディプティクトってやっぱりあの、はい、フレグランスとか、うん、ディフューザーキャンドルとかも人気ですね。キャンドルとかなんですけど、はい、今回5000円なんで、キャンドルとかちょっと高かったんで、うん、今回はこちらにしてみました。はい、ハンドクリームフルールドゥっていうものになって、フォーです、はい、でこれで、はい、こういう感じなんですけど、うん、おー、ポンプ式、衛生的で、すごく衛生的で、はい、私自身もこれをいただいたんですよ、最近で、あ、すごくあの衛生的でいいなと思ったのと、香りが今回は、このフルルド・ポーっていう香りなんですけど、ちょっとユニセックスっぽい感じなんで、男性でもいいなと思って今回はちょっと選んで、で行ったら買いに行ったらいろんな種類、それこそもう定番のローズだったりとかもあって、いろいろ選べるけど、一番ユニセックスで誰でも使えるかなと思ったのでこれにしたんで、ちょっと買いに。ありがとうございます、はい。え、匂いって全部でどんぐらいの種類出てるんですか？多分ね、これだと4種類ぐらいだったかな、うん、そうで、一番ローズが人気なんだけど、その次にはこっちですって言われました。でね、結構伸びるけど、伸びはいい、うん、ベタベタもしないし、本当ですね、うん、しっとりはするけど、なんかしっとりしないやつって潤いがちょっと足りないなって思うものもあったりするけど、これほんと程よい感じで、スマホをすぐいじってもそベタベタなんだそうです、うん、すごいです。あ、いい香り。そうなんですよ。何の匂いなんだろう。何の匂いなのかなと思うんですけど。確かになんか女性ものっていう感じの感じじゃないですね。うん、で、あのディプティクトさんのさっき言ったようにフレグランスだったりとかディフューザーなので、うん、香りがなんか人工的じゃないというか、うんうんうん、ちゃんと本当にこう精油みたいな香りなのと、うん、ほのかにだから香るんですよ。だから私はあのちょっとお仕事柄あの香水とかがつけれないんですけど、ね、これだとちょっと自分の中でも自己満足の香り、いい香りがするなって思って自分もいただいて嬉しかったので、ちょっとこちらにしてみました。なんかリフレッシュにもなりますよね、うん、香りが少しあるだけで、うん、なんで手を洗って、うん、まあ、あのスプレーしてちょっと荒れたなと思ったら、うん、まあ、こちらのハンドクリーム使っていただければという感じでこちらにしてみました。いいですね、ハンドクリームでポンプ式ってあんまり形状的にないんですよね。で、あとね、やっぱ5000円するのね、これ、うん、で自分で買わない。そう、自分でだとちょっと、うん、まあ、やっぱり1000円台でもあるじゃないですか。確かに。だけど5000円でってなってギフトだと嬉しいかなと思ったんで、うんうんうん、こちらに、はい、してみました、はい、やっぱちょっと自分じゃ買わないけど、うん、もらったら嬉しいもの、アイテム、ちょっとなんか高いトイレットペーパーもらうみたいなもんですよ、はい、そこも良くないですか。いい、確かに、ちょっと高級な、うん、なんか5000円するトイレットペーパーとか言ったら質何ってなりますね。なんかもう当たりが良さそうだね。当たりが良さそう、当たりが良さそう、ダブルじゃなくてトリプル、トリプルとかもしかしたらなんかそういうちょっとなんか自分じゃ買わないいいものっていうのも結構ポイントですね、はい、ポイントですね、はい、はい、じゃあ私の方は、それはもう今日はね、でも小森先生の動画を普段見てくれてるから、うん、もう私の動画初めての方も多いと思うんで、うん、何度も出てきてはいるんですけども、うん、こちらでございます、私の大好きなスックから、スックさん、はい、春の新作はこちらの3つなんですけども、コンフォートリップフルイドフォグでございます、うん、
ったことありますか？もちろん大好き。ありがとうございます。ちょっとすぐ営業みたいになっちゃいましたけど、本当にありがとうございます。そうなんですよ、なんかあの春でまた新たに3色加わったんですけど、やっぱマスク生活の前って私結構グロスだったりとか、うん、そういうツヤっとしたタイプを使うのが好きだったんですけど、マスクにどうしてもツヤっとしたタイプについちゃうじゃないですか、うん、っていうことでそこから結構マットなタイプのリップをすごい使うようになったんですけど、やっぱり中には揮発して結構乾燥しちゃうというものも多かったんですけど、これはわりかしフィットしてくれるけどそんなにすごい乾燥したっていう感じもなく、あとやっぱスックさんって、まあ、ベースはもちろんなんですけど、こういうカラーものでも色作りがすごい上手くって、必要な色ですよね。そうなんです、ベージュだけど顔色が悪く見えないとか、うん、ピンクとかオレンジってちょっと奇抜だと普段大人がメイクに取り入れるのが難しかったりするけど、うん、ちょっとなんか黒が入ってるとか、なんかそういう絶妙な色味なので、うん、なんかどれも本当に使いやすい色ばかりなので、あの、まあ、おすすめどれって言われると色は難しいんですけど、私はあの春の新作の104番今つけてらつけております。かわいい、オレンジあら、はい、素敵。でも当時ですよ、結構あのピンク系が多い印象です。だからオレンジはなかなか選ばないかもだし、うん、あと今年のつくってアイシャドウのイメージだったから、うん、意外とリップちょっと、そうなんですよ、まだチェックしなかった。リップいいですね。リップいいですね。オレンジって言ってもちょっと旬な赤もちょっと入ってるような。でもやっぱりオレンジちょっと純粋なオレンジというよりはそういうなんかちょっとなんか大人っぽいくすみオレンジみたいな、うん、これだったら40代でも全然いける、うん、かわいい。なのでもうこちらは本当に初めて見る方もおるかもしれませんが、すごくおすすめなので、これで5000500円。でもやっぱりちょっと自分ではリップって5000円、ちょっと高いね。聞いてみたかったんですけど、いくらからリップ高いなっていうライン入りますか？なんか2,000〜3,000円台だと普通かな、うんうんうん、やっぱり5,000円超えてきてるとおっとって思う。いや確かに、うん、5,000円でもパッケージが鉄みたいなんじゃないとちょっとそれは違ったり、分かる思っちゃう、思っちゃう、思っちゃう、うん、だから確かに5,000円台だと、ああ頑張らないといけないな、でも、うん、じゃあベージュも買いたい、ピンクも買いたいけど5,000円だからピンクにしようとか、そんな感じになるから、確かに挑戦カラーはあんまり買わないかもしれないです、うん、だから私だったらもしこれをいただいて挑戦カラーのオレンジだったらめちゃくちゃ嬉しいかも、うん、自分では買わない、自分では買わないから、うんうん、はい、いいこれ、すごく結構落ちにくいのでおすすめです。はいはい、テンション上がりますね。上がりますね。もう楽しいです。やっぱプレゼントっていいですね。選ぶの楽しい、あげるの好きなので、うん、私もすごい楽しかった、はい、で3,000円、5,000円、1万円、1万円、はい、ここから結構幅が広がってくる印象が、そうで、はい、私も1万円って聞いて何にしようかなって、微妙ですよね。でもね、そう、微妙にいろいろ考えて、うん、私、はい、ちょっと切り箱は、切り箱、皆さん、霧の箱でございます、これ。はい。はい。で、じゃあ開けますね。本当1万円ってすごく微妙で、で、なんか残るのが嫌な人もいるかなと思って。すごーい。めちゃくちゃいい香りが漂ってきましたが。じゃーん。いちごでございます。すごい。なんていう。これね、マリ姫っていう和歌山県のオリジナルの品種らしくて、初めて聞きました。そうで、やっぱり1万円だとなんかあのすごく高くもないんだけど安くもなく、うんうん、っていうことの時に私は大体あのフルーツを選ぶことが多くて、で季節のフルーツの中で今だったらイチゴだったので、うんうんうん、イチゴにして、でこれいつも私このサンフルーツってところを買いに行くんですけど、実はこのマリ姫だけじゃなくてなんかホワイトイチゴって最近あるじゃないですか。そうですね、なんか洒落た白、そうそうそう、で白とこうなんかこの赤であの真ん中だけが白とかで可愛かったら映えるなと思ったら、うん、それはね8,000円ぐらいだ。なるほど。ちょっと嘘ついて8,000円のやつで映えようかなと思ったんですけど、映えようかなと思ったけど、で1万円のやつにはならないんですかって言ったら、このマリ姫がものすごく甘くて、本当になんか大きいと甘さが本当あんま出ないんですって。そうですよね、うん、だけど大きいんだけど甘さがギュッとなっているので、もう見た目だけじゃなくて美味しさを追求したこれですって熱く語られたので、すごい推しなんですね、きっと13,000円とかそんな感じ。いちごで13,000円は1300円でもスーパーに並んでたらなんかすごい高いいちごだなと思っちゃうんですよ、うん、だからそれでちょっとぜひと思って、本当にジャンガリアハムスターぐらい、ジャンガリアハムスターぐらい、私はもう小学校で見ましたもん、うん、見ました、はい、これで1,2,3,3,4,12粒で13,000円ぐらい、1個1,000円だね。いやー
ちゃう。テンション上がるし、うん、もらって絶対嬉しい。困んない。そう、だから季節によって変わっていて、まあ、イチゴでしょ、で次に、まあ、本当にスイカの時期とか、1万円のスイカとか、いやどんなみかんとかもある、1万円みかんとか。もうそうなの。どういうことなんだでしょ。だから自分では絶対買わないけど、絶対買わない、もらったら嬉しいし、あとね、バナナで本当2000円とか絶対買わないでしょ。そうなんですかね。だけどもらってえ、これ1枚もするの、でもいいし、絶対美味しいって感じるじゃないですか、もう、うん、でそういうので皆さん映える、ね、すごい映えるし、テンション上がるし。そう、あとママ友さんとか私行くと、お菓子だと食べさせたくないっていう方も、ね、ちょっとね、ナチュラルな方だと、そういう方でも確かによろしいかな。野菜みたいなもんですか、ね、あ、そう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 、ビタミン入ってるし、美肌にもなれるし、確かに確かに、いいじゃない。すごい、これしてみました。すごい、いい香りだし。マリ姫か。はい、マリ姫でございます。はい、はい、いいですね。前が賑やかになってきました。賑やかになってきましたね。はい、はい、じゃあ私も1万円を、はい、すっごい悩んでいっぱい持ってきちゃったんですけど、はい、最中がこちらでございます。クレドコー様じゃないですか。クレドコー様でございます。はい、私あのパックというものがすごく大好きで、うん、私もです。まあ、SK-2 はもちろん、うん、これも1万円ぐらいなんですけど。そうか、そうなんです。私ランコムのこのベネフィック、これすごい好き、これもすごい好きなんです、うん、これも悩みました、同じぐらいで、うん、だがやっぱ 1,2,3 ステップがあるよっていうので、うん、なんかちょっと映えるし、うん、やってみたいな、ワクワクするっていう感情をこう高められるんじゃないのかなと思ったんですよ。で、これ実は中開けてて、うん、中の質感が面白かったんです。なんかどれもちょっと重さがあるからこういうタイプとかだと下がってきちゃうんですけど、なんか本当に触っていただきたいんですけど、こちらは冷えピタみたいな本当に変わった素材なんです。厚手だね。そうなんです。本当だ、ちょっと分かる。こういう感じになっていてですね、貼り付くタイプは最近いろいろ出てるんですけど、うんうん、こういうなんか冷えピタみたいなタイプはまだあまりなくて、本当に冷えピタだね。本当にそうなんですよ。1台がまずは拭き取りとなってまして、次が美容液なんですよ。じゃあこれには何も含まれてないから、これにも一応含まれてるのか、含まれてるのか、内側がなんか白いしてるとか、ね、なんか成分入ってると思うんですけど、うん、でじゃあより良くするために別々になってる。そうですよ、別々になっててフレッシュな状態で使ってそしてつけるんですけど、まあその間に髪の毛乾かしたりボディケアしたりとかもできるので、ちょっとね長くつけてられたと思いますけど、どうだったか。あ、香りを、あ、そう、クレドコーっぽい香りがするんですよ。高い香りがする。高い香りするんですよ、うん、高い香りがする。自分で買います、1万超えるパックって。いや、買いたいって言いたいけど、やっぱりちょっと躊躇するよね。そうなんですよね。パックに1万だったら美容液でちょっと高いもの買ったりとかしがちなところなので、すごく悩みました。パック悩んだんですけど、ちょっといや、クレドコーはちょっと知らなかった、変わった感じのものだったりとかっていうのがいいのかなと思って、うん、これとも悩みました。あ、ジェネフィックもね、これもちょっと1万くらい、ちょうど1万ちょっとだね。なので悩んだんですけど、でも変わり種もらった方が嬉しいかなっていうことでこちら選びました。でもこんなにもらっていつやろうかなって忘れちゃうね。いや、そうなんですね、いつやったらいいのか分かんない。特にだってここぞって言って撮影の日以外でないじゃないですか。そうね、じゃあ撮影の前だ、撮影の前の日とか、はい、あと雑誌とか、雑誌ね、そういうなんかいざ綺麗に写りたいなっていう時にちょっとリッチな気分になれるっていうところも含めて、こちらおすすめしたい。はい、ありがとうございます。はい、次が3枚オーバーでございます。3枚オーバー、ちょっと私大きなものになるんで1回撤収していいですか。はい、しましょう。はい、1回撤収します。はい、じゃあ3枚で、私は今回はですか、あのリサさんにっていう感じでした。あ、ピンポイント、嬉しい。何かというとやっぱ3枚もするとなんか誰をって考えてふわふわしちゃうから、私は今回イメージした方が確かに決めやすいかも。リサさんに3万円だとということで、はい、もうストーキングをしました。出ました。結構ストーキング体質だと伺っております。もちろんストーキング体質、リサーチをしてまたすごい嬉しいって言われるだろうっていうプレッシャーも今ハードル上げたけど、なるほど、はい、ということで、はい、あのリサさん、はい、お紅茶お好きでしたね。いや、よくご存知で、はい、どちらの方でその情報を収集されたんですか。 YouTube ですか。 YouTube の方で、 YouTube ですよね、はい、ただの写真のインスタの方ではそんなに上げてなかったので、はい、ちゃんとリサーチされておりますね。リサーチしてきました。はい、このティプロっていうもので、ティプロ、はい、はい、紅茶も好きで YouTuber だからやっぱりカメラとかガジェットも好きだということ で、ね、こんな感じの、おお、なんかティファールの上位互換みたいな、はい、でこれ、はい、ここに
茶葉を入れたら、はい、であとアプリをダウンロードして、アプリ連携なんですね。そう、アプリを連携させて、うん、でこの茶葉の情報を入れると、この茶葉の一番美味しい抽出方法の温度だったりでやってくれるし、あとアプリと連携しているので、その例えばリサさん、リサさんのその日のなんか気分だとか体調とかも加味して、美味しくベストな状態で入れてくれるティーポットになります。で、うん、それのお茶を一番いい状態を保てるグラスもついております、はい、で この人が知らない茶葉を買いたいって思っちゃいますもん。でしょ。でもこれでいろいろ説明してくれる。そうなんだ。茶葉を買いたいと思って、それも用意してきましたよ。素晴らしい、さすがでございます、はい、で、マリアージュフリーお好きでしたよね。好きです、さすがでございます、はい、リサーチして、でもその中でも、うん、多分まだ見えてないだろうなという領域を、はい、お茶を買ってきました。まずこちらです。限定かな。はい、これ限定で、はい、マリアージュフレールのパリホワイトデーっていうもので、ホワイトデーっていうんですけど、このパッケージのように青いお茶なんです。なるほど。そう、青くて一応中国茶の、中国茶。そう、だから中国茶も好きなんですでしょ。だからお茶でもちょっと中国茶で、でも見た目は青だから、ぜひこれに入れて青で楽しんでください。なるほど、はい、っていうもので、この、中国茶なんだ。中国茶で、もう一つはこれはもう私がもうずっと好きで、まあ、あのマルコポーロっていうのも好きなんですけど、はい、夢ですね、これは、パリ銀座っていうバージョンで、ちょっとなんかね、キャラメルっぽい香りがするの。なんかミルクティーにするとめちゃめちゃ合うんだけど、香りが甘いような感じがして、あの好きなので、これをぜひと思ってこちらにしてみました。この2つのお茶も一緒に、はい、なんか種類多いからまだ全然コンプリートできなくて。でしょ、なかなか時間かかりますね。そう、時間かかるし、はい、なんかあとなんだろうな、ついついもう美味しかったからあれでいいやってなっちゃうから、なんか合計できなくなっちゃうね。だからぜひ飲んでみてください。確かに、はい、すごい、感動的、よかった、面白い。なんかこの子が最新で、ね、そうだね、すごいなと思っちゃいました、はい、ぜひアプリをダウンロードして使ってみてください。はい、はい、これ自体が 2万、これね、人がついたら2万6000円だったので、はい、この2つでそこまででもあれなんですね。そうそうそう、なんかこんだけ頭いいからもっと高いのかと、うん、これが、3000円ぐらいなんで、ちょうどかな、うん、なるちゃんの保証書もついております。素晴らしい、はい、そんな感じでございます。すごい、最新のが出てきました。よかった、よかった、ね、相手に喜んでくれる、もらうためにはストーキングが大事ですよね。まずはストーキングから、ストーキングから始まります。から始まります、はいはい、じゃあ私の3万円はこちらでございます、はい、じゃじゃん。もうこれは、はい、実は私前動画の方でこちら紹介したんですけど、うんうん、使っててやっぱり良くてまた紹介したくなっちゃったアイテムです、うん、これがリファのですね、ヘッドマッサージなんですけど、うん、定価3万2000円となっております。あれ、まあまあしますね。まあまあ高いんです。なんかこのフォルムを見て3万2000円だと思う人いないじゃないですか。リファってそれもコロコロのイメージ、コロコロとか。でも最近はなんかドライヤーとか、あ、そうだそうだ、シャワーヘッド、シャワーヘッドも悩んだんですけど、なんかシャワーヘッドとかこういうのとかって結構お高めなんで、3万超えてくるから、うん、自分だとちょっと買うの悩むところなので、うん、もらう分にはすごい嬉しいんじゃないかなと思ってます、うん。最近なんかやっぱスキンケアもするんだけど、うん、なんか首のケアもそうだし、あと頭皮のケアとかもすごい流行ってきてるなって、トレンドかなと思ってたんで、こちらたるみはね、頭がくるんで、これちょっとウニウニしてみてもらっていいですか。もちろんここなんですけど、はい、あ、これ2段階になっております。ウニウニです。あ、結構、あ、意外とくるね。そう、結構力があるのと、あとなんか先端のシリコンの部分が結構長めの王冠みたいになってるんですけど、うんうん、髪の毛私結構長めだったりすると、うん、なんか動くから髪が巻き取られて、なんかちょっと痛いものが今までだから、ここに、はい、はまっちゃうよね。そうなんです。短いとで先端が丸くなってて、うん、である程度硬さもちょうどいいし、長さがあるから髪が絡まなくていいね。これ乾いた状態でも使いやすかったんで、うん、なんかいくつか使ったことあるんですけど、すごい良かったんですよね、うん、これ取れそうなんです。取れてお風呂場でも使えるので、お水に濡れても大丈夫です。あ、お水に濡れても大丈夫バージョンも、はい、あ、ついてる。はい、おみ、あ、本体自体のお水 OK で、じゃあもうこのまんまやって。そうなんです。え、いい、あ、 お風呂場でやりたいな。そうなんです。シャンプーの時に、うん、結構指立ててやるの大変な時あるじゃないですか。
そういう時はあのヘッドもう一種類ついてるんでそっちにしてもらって、シャンプーしながらやってもらったりするといいし、それからお風呂入ってる時にマッサージしたりとかするの、やっぱなんか血行が良くなると髪自体もいいし、気になる、顔もやっぱりたるんでくるの原因のあれにもなるかなって。やれます、確かにこういうのいっぱいあって、うん、ピンキリというか安いのもあるけど、ね、やっぱ重さもすごく重すぎずちょうどフィットするし、うん、持ち手がこう持ちやすいよね。そうなんです、こういけるね、うん、いい感じ、お風呂場でもできるし、いやこうもらったらめっちゃ嬉しいと思う。男性とかも実はこういうのもらったら嬉しいんじゃないのかなと思って、ね、もしかしたらハゲにもいいかもしれない。もうさ、ちょっとあれ旦那さんに買ったふりして自分に買ったんだけど旦那さんにもってなんかこっそり置いといて、こっそり置いといても使えばこれいい、はい、そうなんです。こう置いていいのかな、なんか台座があって、うん、本当はこういう感じで、うん、はい、こんな感じで充電するっていうのですね、はい、よしですね、はい、自分ではちょっとお高くて買わないので、はい、はい、っていうやつです。はい、はい、じゃあ次最後男性向けっていう結構幅広い感じで、ね、男性に否定せずだったんですけど、はい、お願いします。私はあの今回やっぱり、はい、まあ、これはリサさんじゃないですか、はい、で男性、私も結婚してるんで最近とんと男子にあのプレゼントあげることないんですよ。なかなかないです、なかなかないじゃないですか。なので今回はリサさんの旦那さんを想定してあのまたストーキングしてきました。旦那さん、ストーキング、なんかイベントの写真以外で何か情報を得られるところはあったかな、はい、あと人の旦那さんっていうか他の男性にあげるとき1万円とかだと、うん、あれ俺のことあれちょっとあれ無理せそんな人いるんですかって思われても困るから、やっぱりでもあこんなチープなものって思われても嫌だし、そうですね、難しいところですよね。本当にこれを選びました。え、またやっぱお箱に、お箱に入ってます、はい、でこれシガーロのマウスウォッシュ、すごい、でもシガーロこんなんあるんですね。そうそう、3000円台なんですよ。だから超いい、そんなに高くないけどっていうのちょっと開けますね、はい、こんな感じで中がしゃれてる、はい、しゃれてます。で旦那さんあのお酒が好きという、そうなんですよ、口の臭いとかじゃないですよ、マウスウォッシュ口が臭いことをリサーチしたわけじゃないですよ。でなぜかというと、はい、こうちょっとあのお酒っぽいんですよ、うん、ボトルがそうですね、ボトルがお酒っぽくって で、あとついてくるグラスがショットグラスなんですね。だからこれであのマウスウォッシュで洗って、うん、終わった後これをもうショットグラスとして使っていただければと思ってこちらにしてみました。インテリアだからこれ中身なくなっても置いといてもかっこいいかも。そうなんかアメリカンな感じのインテリアを好きなっぽいなと思ったんで、うん、ちょっと飾っていただければなと。なんか何でもいろいろ持っててあげるのにこう困る男性っているじゃないですか、うん、なんかすごいおしゃれ男子みたいな、そういう人でも持ってなさそうだし、マウスウォッシュって別に使うじゃないですか、うん、そうなの、そうなの、良さそう。そうだからしゃれてる、誰にあげても多分嫌じゃないし、あとこの霧の箱に入ってるっていうのがなんかちょっと高級感を出してくれるからいいかなと思ってこちら選びました。すごい、こんなのあるんですね、はい、なんかちょっと大人な感じ、大人な感じ、おしゃれなプレゼントで、はい、はい、で私の方はですね、はい、ちょっと現物今ないんですけど、うん、画像で今挿しておきますけど、はい、BA のメンザセラムっていうものを、うん、えポーラは？ポーラでございます。実は私 BA が大好きなんですけど、うん、メンズもありましてこちらでございます。え、おしゃれ、めちゃめちゃおしゃれ、ちょっとつや消しのブラウンのこういうボトルに、ブラウンなんだ、そうなんです、黒っぽいけどブラウンなんだね。でセラムなんですけどポンプ式になってるんですけど、これオールインワンなんですよ。男性って私聞いたことあるんですけど、うん、やっぱりなんか女性以上に何使っていいか分かんないですねっていう方がアンケートを取った結果多くて、結局なんかめんどくさいからオールインワンがいいよっていう声がすごく多かったんです、うん、でオールインワンでちょっといいスキンケアってなかなかメンズ用ってなくって、そんな中で見つけてこれあげてもうみんな喜びます。やだし、はい、え、これ1万6000円、1万6500円でリフィルなので、まあ、もし気に入ったらおかわりはあのおのおのやってください。うわこれも偉なんですけど、おしゃれな上にだってパッて全成分見てもめちゃめちゃいい成分入ってるし、オールインワンで楽だし、うん、そうなんです、ポーラも好きだし BA も好きだったけどメンズがあるって初めて知りました。そうなんですよ。え、これ最近？いやこれ結構前から実はあるんですけど、店頭とかだとあんまりこう表立って置かれてないみたいで、知る人は。そうなんです、見ててあれしたんですけど、私はこれは誕生日プレゼントとかでこう知り合いの方
にあげるっていうことが結構多かったんですけど、やっぱみんな普段あんまりそんなお高いスキンケアって使ってない子が多かったんで、なんか急に BA いたらそりゃなんか私たちって BA 使っていいなってなるんですか、うんうん、もう破格にいいらしくて、もう一生言ってます、めっちゃ良かった、あれすごい良かったよっていう、もうみんな喜ぶので、私はこれをおすすめしたいです。いやこれ私自分でも使いたいかも。いやそうなんですね、メンズでも別にね、うん、女性が使っても全然いいと思うんで、うん、でもメンズの方が多分皮脂が多い設定に、ね、さっぱりしてるかもしれないね、はい、なのでもしかしたらちょっとオイリー寄りの肌の方とかも合うかもしれないし、うん、オイリー肌だから、あこれ好き、これ旦那さんにって言って買って自分が絶対使おう。もう決めた。そうなんです。そっちにしよう。ちょっとおしゃれも、おしゃれさもあるので、はい、おすすめのアイテムでございます。わ、これ知らなかったので嬉しいです。ありがとうございます。はい、教えていただいた。ぜひぜひ旦那様にあげつつ自分で使っていただいて、はい、そんな感じにしようと思います。はい。いやー、そうかも。すごいですね。すごい、もう圧です、ね。圧がすごい。なんだろう、でも出る。いや出ますね、うん、やっぱ私だとビューティーものが多かったかなっていうところですけど、やっぱ普段ママ友だったり、うんうん、なんかプレゼントをあげたりもらったりっていうのがすごい多いから、いろんな視点が加わってて、大人っぽいものとかちょっと最新っぽいのとか、うん、消え物とか消え物、ご時世物とかいろいろあって、幅広くてすごい面白かったです。やっぱりプレゼントの企画ってこう、なんだろう、相手のことを考えるからすごくワクワク楽しかったし、うん、であとそうだ、ビューティーものと知らないものもいくつかあったので、うん、なるほどなんてすごく楽しかった、ありがとうございます。こういうきっかけ一人でやるのも楽しいけど、コラボの方がなんか個性が結構出て楽しいのかなって、ね、いうふうにすごい思いましたね。楽しかったです、ね、楽しかった、ありがとうございます。いろいろちょっと今日はともり先生の方にも撮った動画でも気になったアイテムあったので、またいっぱい経済を回してやっていこうと思います。そうですね、店がなくなったら買い物行きましょう、ぜひあの経済回してみたっていう動画を、はいね、撮りましょう、はい、しましょう、はい、はい、というわけで今日はこんな動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。